これは遠い星の輝きの中に閉じ込められている果てしない時の向こう、人々が空を飛び回る術を知らぬ頃の世界に語り継がれていた一人の勇者の物語である。生きてる、生きているよね、ゼナじいさん。ジラー、ヒレーナ、ヒレーナディラ、僕が君を抱けないのには訳があるんだ。え、訳？誰にも言わないでくれる？うん。僕は女。着いたね。ここは夢の中でまで戦うことないと思う。試合は勝ったんだし、いい夢見なさい。さ、お薬ね。自分でやるよ。いいの、あなたは怪我人、私看病する人、言うこと聞きなさい。はい、あーん。苦い。なんだこの薬は。苦い薬はよく効くのよ。あのね、あなたそれでもバトラー？これっぽっちの薬でビビっちゃって、聞き分けのないガキみたい。ガキ？あのな、年は僕の方が上なんだぞ。だったらガキみたいなこと言わないの。どうだ具合は、治る見込みはありそうか？いくら勝利者といっても再起不能では豚の餌。フィレーナは私が治します。医者にもかからず奴隷女の治療だけでか。バトルの勝利者は人並みの暮らしが保証されています。医者にかかるもかからぬも、私が看病するのも勝手のはずです。もちろんだ。ただし次の試合までに体調が戻らねば元の奴隷、それもバトラーの失格者、豚の餌だ。治すと言ったら治します。奴隷の分際でそんな口を聞いていいのか？その男がお前に飽きたら次の相手は俺になるかもしれんのだぞ。その時はせいぜい可愛がってやろうか。今は僕の相手です。それがいつまで続くかな。とにかくいつまでもこの部屋には置いてはおけん。出て行ってもらうからな。いいで、誰があんたの相手になんか。身長160、体重49。この体で試合に勝ったのは奇跡としか思えません。ネスト、この男を使って脚本を書けるか。お前次の試合でこの男を勝たせたいのだろ。まあな、勝てるはずのない男が勝つ、演出された意外性だ。ごめんだな、この男の勝利が奇跡にしろまぐれにしろ二度も三度も続くはずがない。単なるやらせの八百長だ。そんな筋書きはお断りだ。フィレーナという男、死ぬしかないか。雨か、せめて涙の味付けでもするか。次の試合までに。私一人で直してあげるんだから。
でもやっぱり抱きたくないのよね、私を。うん、ごめん。うん、そうよね。本当に好きな人がお相手の方がいいもんね。私だって今日が初めてで、相手は好きな人がいい。私が直します。ありがとう、ディラ。うん、フィレーナ、お前本当に治ったのか。治ったかって、どうかな。バトラー養成所で転出手続きを。バトラーは次の試合まで市内で普通帝国人民並みの生活が保障される。ついでにもう一つお願いがあります。なんだ。結婚したいんです、リラと。結婚？嘘でしょ。嘘じゃないさ、結婚したいんだ君と。いいよね。だってどういうつもりなの？さっきのこと？うん。リラは僕と会ってから今日まで誰の相手もせずに済んだだろう。え、まあね。どうせなら好きな人に抱かれたいんだろう、最初は。大きな声で言わないでよ。僕と結婚していれば嫌な奴に抱かれずに済むじゃないか。じゃあ私いつまでも経験なしってわけ？間もなく市街地に出ます。指定された停留所以外での奴隷の乗り降りは禁じられております。バトラーでも市外では奴隷並みね。そう、バトラーは奴隷。今度の試合で死んだら全て終わりさ。だからディラは今度の試合までに抱かれてもいい男の人を見つけるんだ。引っ越し許可証と結婚許可証だ。有効期間は次の試合が終わるまでだ。6日間だな。しかしその6日間だが、残念ながらその女とは別れねばならん。ディラと別れる？お前の次の試合は目隠しに決まった。目隠し？目隠しして戦うんですか？そうではない。相手の実力も武器もわからない。いきなり闘技場で初めて会う敵と戦う試合だ。ただし相手はお前の武器も実力もよく知っている。そんなの不公平よ。その不公平をこの男がどう克服するかがこの試合の面白さだ。そのためお前には直ちに隔離宿舎に入ってもらう。今すぐだ。待ってください。隔離される前に一人だけ会いたい人がいるんです。誰だ？バトル指導員のゼナ、僕の先生です。ああ、あの指導員ならこの養成所から他へ転属になった。転属？僕に連絡なしで。どうして？それよりせっかく結婚したその女とも今日を最後に二度と会えぬかもしれん。お前がバトルに負ければそれっきりだ。そしたら女は元の接待用奴隷に逆戻りだ。せいぜいバトラー宿舎の居心地を楽しむがいい。お前らなんかには一生住めん家だからな。これが鍵だ。リラ、しっかり預かってくれよね。え？僕、必ず戻るよ、僕の家に。試合に勝ってね。うん、約束だよ、きっとね。弟子を許せ。私はこんな日を迎えるためにお前を教えてきたわけではなかった。何も知らぬ弟子はここまで親同然に育ててくれた師匠に剣を向ける。今親代わりの師匠は涙の剣を抜いた。鬼才バラバ監督入魂の実験作。フィレーナはバトル指導のゼナさんと戦わされる。でもフィレーナはそれを知らない。こんな残酷なことって。何度もフィレーナに会おうとしたのに門は閉じたまんま。ゼナさんを探したいけどどこにいるのか教えてくれない。誰も
奴隷の私には立派すぎるテーブルも台所もソファーも居間もベランダもお風呂も、フィレーナがいなければ意味がない。もうこんなの嫌。バカ、リラ、ビシャビシャ、水も滴るいい女。こんなことして何になるのよ。ああまずいぞ。コロリラ、試合の結果も出ないうちでしょ。私が風邪ひいて死んじゃったら本当のバカよね。鎧はどうした？試合を捨てたのか？死ぬ気なのか？あれもお前の演出か？いや、本人の工夫だ。本人の？あの男が着ることができる軽い鎧など重量級の武器の前ではひとたまりもない。それを奴は前の試合で悟ったんだよ。あってもなくても同じなら、いっそ身軽になった方がいいか。ほとんど捨て身の戦法です。下手な演出よりよっぽど意外性があるな、あのチビは。何にしろこの試合の思考に変わりはない。どうしてあの年で捨て身になれるなんて。対戦者の登場です。なんだ、週型か。あれなら試合開始。いける。あ、先手もらった。ああ、まさか。あの男、どうやらお前の猿芝居の仕掛けに気づいたようだな。バカな、たったの一撃で分かるはずがあるまい。パターン通りにいかぬのが優れたドラマと演技者さ。あの動きは。こんなことが。ギリギリまで待つ。自分の肉を切らせて剣が相手の骨にまで届く間合いだ。フィレーナ、かかってこい。行くぞ。まだまだだな。え、僕だってまだまださ。これでいいんだよね、ゼナじいさん。どうして。
それでいい。うん。ゼナ爺さん、なぜなんだ。知ることはない。あとはお前の力で生きろ。じいさん、わざと。実力以上お前の、いいか、綺麗なこれを。お前の秘密がそこにある。何のこと？誰にも感づかれてはならん。いいか、綺麗な、生きるんだ。どんな相手とぶつかっても生き抜くんじゃ。死にかけた相手のとどめはさせ、それが情けだ。私は良い演技者を手に入れている。お前の遊びの生贄か。確かに生きはいいが。試合以外で体を傷つけない方がいいと思う。でしょ？私知らせようとしたの。あんたの相手があの人だって。でも知らせない方がいいかもとも思った。知らない方が楽かもしれないって。楽？あ、知らなければ楽だった。みっともないよな、バトラーなのに。やっぱり僕女なんだな。涙が止まらないよ。フィレーナ、そんなの関係ないよ。無理することないよ。悲しい時は思いっきり泣いた方がいいよ。リラ、フィレーナ、先に泣いた方が得。リラ、フィレーナは部屋に閉じこもったまま。こんな夜、私だって何も話しかけられない。これは何？ここはどこ？確かに、いつかどこかで。これがお前の生まれた国、フィロセラだ。フィロセラは海と共に生まれ、海と共に育ち、海と共に栄えた。
何が起こったんだ。お前の生まれた年、帝国の軍隊が襲いかかり、この国を滅ぼした。帝国？これが半年後のフィロセラだ。何もない。何もかも消されてしまった。国があったという記憶すらない。だが、フィロセラの王家にたった一人だけ生まれた子供は生き残った。この子？フィロセラのたった一人の後継者だ。フィロセラを復活させることのできる唯一の跡取りだ。それがお前だ。そんな、僕が？女であるお前に、今さら何も求めはしない。すでにフィロセラは滅び、味方はほとんどいまい。ましてお前に期待する者もいまい。お前の思うままに行く末を決めるがいい。だが、もしお前がフィロセラの後継者を望むなら、帝国の首都ボーの刀鍛冶、ウトを訪ねよ。ただし、奴隷のお前がボーに行くためには、バトラーとして試合に勝ち抜き、メインバトラーの資格を取り、ボーの闘技場に行くしかない。メインバトラー。だが、わしはお前に無理は望まん。生き抜くことだけを願っている。ひどいよ。僕には重すぎるよ。フィレーナ。フィレーナが行くところは多分。そっとしといてあげなきゃね。フィロセラ、僕。フィレーナ。Yeah.